鬼ごっこしようや。いいよ。誘致成功。どっちが鬼する？どちらにしようかな。天の神様の言う通り。じゃあ僕が鬼か。鉄砲撃ってバンバンバン。もう一つおまけにバン。バンバン。バン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 。全然もう一つちゃうやん。何回バン言うねん。計11番。あ、教えてくれた。最後にバンバン。バン。締まりが悪すぎる。計14番。多いな。多いね。返事してもらっちゃった。終わりか？柿の種。柿の種。いちごのヘタ。リンゴの芯。それも続くん。スイカのしましま。はい、鬼ごっこしようや。いちじくの右側。いちじくに右左ないよ。藤原の道なら。なると日本史になってる。藤原のよりつね。藤原が果物の名前みたいになってる。藤原の達也。藤原達也にノーいらんよ。なのなのな。あ、まだある。なのなのなすび。あべでのべ。全然終わらん。どっちんばっちん。めんめらめんのすっぽんぴ。地方のよくわからん言葉シリーズ始まった。求人情報。地方のよくわからん言葉シリーズ終わった。消毒液。遊び歌に入るはずのない言葉に少し恐怖を感じているよ。王国、憤慨、圧力。怖いって。エッグ。英語出てきた。ダン。英語出てくる遊び歌初めて聞いたな。クラスメイト。ハンバーガー。アルファベットの文字数でカウントしてる？エンジョイキング遊ぶ。俺はエンジョイバトラー、戯れ遊ぶ。エンジョイバトラーの頂点、エンジョイキング目指して、今日も六丁目公園で遊びの特訓だ。あんたがワイの初戦の相手、戯れ遊ぶでっか。その声は、なにわのエンターテイナー、ベンガナマンガナ。ワイは関西のエンジョイ界隈でてっぺんとっとったもんや。お前タトゥーって書いたタトゥーもおでこに入れてるのか。この全国大会優勝するのはこのワイやで。ユーモアの最初が終わってるぜ。ま、こんな雑魚そうな奴が相手ならシードもらったも同然や。なんだって？ワイの強さに怯えるあんたの姿、まるで地下室の狐やな。あんま例えがピンとこないぜ。ま、勝負はエンジョイバトルで決めろってこっちゃな。俺は負けないぜ。そんな見え張れるのも今のうちやで。すぐにタヌキの回し塗りみたいにするわ。例えがピンとこないぜ。俺の負けないって言葉が嘘じゃないことお前に分からせてやるぜ。ほなさっさと始めんで。ああ、キングオブ解放。まずはお決まりのチョイサージャッジからや。チョイサージャッジ、ワン、ツー、フォー。やった、俺の勝ちだぜ。チョイサージャッジに6つ目の手があるってことだ。俺のチョイスは鉄棒だぜ。やってもうだな、遊ぶ。ワイの得意遊具を選んでまうなんて、まさに税理士どもの阿波踊りやな。例えがピンとこないぜ。ほなワイから行かせてもらおうで。フィンガードロップ。なに、昨日の雨で溜まった雫を指で落としていくだぞ。鉄棒をきれいにすると同時に指を伝う快感を味わうことができるんや。さすが全国大会、レベルが高いぜ。メイドの土産にバツボックリに近いわな。例えがピンとこないぜ。お天道様も味方につけんのがワイの戦い方っちゅうわけや。次は俺の番だな。ま、ワイが鉄棒の先行をもろた時点で勝ちは決まったもんやで。頑張るぞ。消化試合お疲れさん。ずっとゴールド。なんやて、逆上がりの補助板を打楽器にしとるやと。響く木琴のメロディーはまさに提灯庵光への寄せ書き。例えがピンとこなすぎるぜ。ワイは鉄棒そのものに集中しすぎて補助板が見えてへんかった。広い視野を持ち周りのもの全てを巻き込んでいくその発想と才能、あんたがほんまもんのエンターテイナーや。ワイの負けや。やったるぜ。これであんたはベスト8入り。あと3勝でトーナメントは制覇や。頑張るぜ。部屋で遊ぶ。あんたの次の対戦相手はもう決まっとる。南国の波乗りって呼ばれとるあいつや。例えが分かりやすいぜ。でもあいつはそんな簡単な言葉で例えられるようなやつやない。お前は例えなくていいぜ。例えるならそうや、トリケラトプスで QOL 爆上がり。何してんのこれ。うるさい時に喋るな。うるさくない時に喋れ。溶断作業です。溶断知らんの。あんま聞いたことない単語やけど。溶接ってあれや。鉄溶かして金属をくっつける。ああ、それはわかる。それの逆や。金属を熱で溶かして切り離すね。なるほど。説明終了。QED。で、何を溶断してんの。知恵の輪。知恵の輪。先週勝った知恵の輪。あの1分で諦めてたやつ。そうそう。溶断によって外すことにした。知恵とは。いや、こうやって溶断するという選択をする知恵を使ってね。どっちかというと知恵の輪っていうより技術の輪やな。これが一番早いと思います。そういう溶接とかってなんか資格いるんちゃうの。まあ大丈夫だよ。そんな適当な。このためにガス溶接技能の資格取ったし。じゃあ大丈夫やん。猛勉強で取ってみせる。努力の輪。だから安全です。リビングで溶接は安全ちゃうよ。え？だからリビングで溶接。リビング、音出した。どうですか？めちゃくちゃふわふわでいいですね、この布団。でかしょ？でかしょ？当店おすすめの掛け布団なんです。でも高いんでしょ？まあ本来は10万円するんですが、1円でいいですよ。お値段以上やな。いや、そちらの布団実はですね。あ、不良品かなんかですか？いわくつきなんです。そんな事故物件みたいな感じで安くなるんや。この布団の上で誰か亡くなったんですか？いや、新品ですよ。じゃあ何なんすか？私もよく分かってないんですけど、この布団を購入された方全員がげっそりした顔で1週間以内に返品に来るんです。
商品が悪いのでは。いや、実際肌触りは最高なんですけどね。まあ、霊感ないしお金もないんでこれ買います。ありがとうございます。いや、普通に寝心地いいけどな。あれ、これ向き間違ってるか。こっちや。あ、違うわ、さっきのが合ってんのか。我が友李朝よ、どこに行ってしまったのだ。ガオイ。ガオイ、トラか。いや、その声は我が友李朝ではないか。ガオイ。ガオイ、バレてる。これバレてるよ。マジか。いや、バレてるから出てきてや。実はちょっとカクカクシカジカでトラになってしまって。そのカクカクシカジカの部分が知りたいんやけど。あ、間違えた。ちょっとキバキバトラトラでトラになってしまって。カクカクシカジカってシカの時しか使えない単語じゃないから安心して。そうなんや。あれ、ツノツノシカシカじゃないから。ラッキー。急にトラになってしまったって言われてもな。決まったもんはしゃあない。言葉は話せるやな。あ、トラになったって言ってもトラの服着てるだけやからね。トラになるわけないやん、普通に考えて。じゃあトラのコスプレしてるってこと。じゃあ別に顔出してもいいか。ちょっと楽しめな。あ、ただの阪神ファンや。いや、道頓堀を泳ぐことで。右の方の阪神ファンや。ガオイ。ガオイ。じゃあこの問題、2月1日なので、じゃあ 2×1 で出席番号2番の青い僕が。そういう当て方するタイプの教師や。じゃあこの問題は2月2日か。今日は 2×2 で4番かな。2日なので出席番号2番の青い僕が。どこ行ったんですか。じゃあこの問題は、2月3日。今日は大丈夫、どう計算しても2にはな。2月なので出席番号2番の青い僕が。じゃあこの問題、今日は2月4日なので。頼むから2月なのでだけはやめてくれ。地獄の1ヶ月になる。4÷2 で出席番号2番の青い僕くん。じゃあこの問題、今日も計算では2になるはず。今日は2月5日なので。2月であることを除けば、この事情が25になるということで。よし、事情の字で青い僕くん。25番の流れやったや今。じゃあこの問題、2月6日は昨日のやつ何回考えても納得いかんないやけど、環境エネルギーに取り込むブルーの日らしいので青い僕くん。名前がありされた。じゃあこの問題、2月7日は全然土日もあるんやな、授業。日露和親条約が締結された日ですね。普通に勉強始まった。日本とロシアの2つの国で結んだ条約です。2つの国ですよ、2つ。え、出席番号2番の青い僕くん。めちゃくちゃ嫌われてるかめちゃくちゃ好かれてるか、どっちやこれ。休館です。大丈夫ですか。なんとか大丈夫です。よかった。いや、まさかどこからともなく手裏剣が飛んでくるとは。忍者って術大したんですね。やだ。もう少し頑張ってください。はい。あと手術室に入るだけですからね。わかりました。安心してください。この激横長病院は有能な先生が揃ってますから。病院名なんて言いました。激横長病院で。激横長病院。あと手術室に入るだけですからね。ちなみにあと何メートルですか。あと50、いや40。 あとちょっとか。40キロですね。オーマイガー。あとちょっとですからね。あとちょっとじゃないよ。頑張ってください。横に40キロある建物とか存在したんですね。激横長病院ですから。フルマラソンじゃないですか、こんな。フルマラソンじゃないですけど、アドレナリンで突っ込みできてますけど結構しんどいんですよ。あ、これちょっと傷口が広いな。40キロきついって。メス。走りながら。いい天気やな。こういう何でもない一日が一番幸せを感じる気がするな。ああ。危ないところやったな。現在進行形で危ない目に当てるけど。中学英語？現在進行形ってその過去形とか現在完了形とかのやつの話じゃないよ。なあな。で、なんよこの状況。いや、黒猫が横切ると不幸になるって言うやん。まあ、有名な名シーンやな。私の目の前を黒猫が通り過ぎようとしたから並走することで不幸を回避してんの。それ回避になってるかな。道中に僕くんおったのに全然並走しようとせんからさ。せんよ普通。僕くんが不幸にならんように助けたんや。髪の毛引っ張られてる時点でだいぶ不幸なんやけど。黒猫に横切られる不幸に比べたらヘでもないやろ。絶対髪引っ張られる方が不幸やって。犠牲はつきものやから。だからそもそも名シーンやって、その黒猫のやつ。それにしてもなかなかしぶとい猫だ。確かにようついてくるな。はは、疲れてきてるやん。ちははは、ず。あ、中学英語してただけやった。絶対に不幸にしてやるという執念を感じるな。なんか私ちゃんから魚の匂いでもしてるんじゃん。あ、さっき晩ご飯用に買ったあれだ。あ、なんか持ってんの。ここ触れまうわん。取ってこーいと間違えるの。危なかったぜ。まあまあちゃうやろ、どう見ても。まさか私のチュール狙いだったとはね。晩飯チュールの予定やった。わぱぱぱぱぱ